다리 보호하기
だから電話をしたのに、なぜか
も明日の朝、いつものように微笑み、王様が
かわいい、そんな言葉がすぐに出てきそうな花、私の大好きな花。悲しいことがあると友達みたいに慰めてくれる。苦しいことがあると友達みたいに心を癒してくれるもの。ありがとう、かすみ草、私の大好きな花よ。ありがとう、かすみ草。からかうの
いつの日
しい通り下あなたの砂浜いつもポケットで揺れてるから他の人の誘いにだって知らん顔できるのわからないことが多すぎて子供だって言うけれどあなたに教えてもらうつもりよ